よかった、組み分けに間に合ったようだ。服には詳しくないが、その方がらしく見える、きっとな。さて、すぐにでもロケットを調べたいが、まずは魔法省に連絡だ。ジョージの死を伝え、ランロクへの注意を促そう。とりあえず今夜のことは秘密にしておいてくれ、私と君の。もちろんです。ありがとう。組み分けに出よう。フィニアス・ナイジェラス・ブラック、ふん、この学校の校長だよ。フィグ、ずいぶん遅かったな。組み分けの儀式は終わったぞ。少々事情。事情だと？どうやらゴブリンたちが。やめてくれ。ゴブリンだと？ヨタ話に付き合っている暇はない。さすがの私も我慢の限界だ。運が良ければ今夜中に君の組み分けができるかもな。また連絡する。先生、もう一人組み分けを頼む。ようこそ、間に合ってよかったよ。かけなさい。おや、なるほど。他の生徒より少し年上だね。君は期待を胸に抱いてここへ来ているな。希望しているもの、予想しているものがある。早く先生に会ってホグワーツで学べることをたくさん吸収したい。いかにも、ホグワーツは勉強熱心な生徒には多くをもたらしてくれる。そして君がクラスで学ぶことは教室の外での試練にも君の覚悟を整えてくれる。はてさて、君の中には何かが感じられる。何らかの感覚。これは何か。冒険心？まあ、いろんなものを怖がらない度胸はあるかも。おや、飛び抜けて果敢な勇気の持ち主だ。大胆不敵、未知なるものに屈しない人間。必要ならば一人でも前へ進む。グリフィンドールがいいかもしれんな。ならばグリフィンドール。そうだ、最後にもう一つ。先日の春の決勝戦で負傷者が出たため、今年はクィディッチのシーズンを中止とする。気は済んだかね。何も飛ぶのを禁止するわけではないよ。まあ諸君次第だがな。学校とは将来に備え学ぶための場だ。授業が始まる前にやることが山ほどあるはずだぞ。もう一度言う。明日授業が始まるまでにやるべきことを済ませておきたまえ。
派手な投稿だったね。はじめまして、私はウィーズリー先生、新入生を談話室に案内したまえ。かしこまりました。改めまして、ウィーズリーよ、よろしくね。こちらこそ、はじめまして。こう見えて副校長でね、今から寮の談話室に案内するよ。ついておいで。5年生から入学するなんて異例だよ。かなりの冒険だね。楽しみにしてます。グリフィンドールの談話室に初めて入った時のことを思い出すよ。先生もですか？今だってそうさ。ただ当時は合言葉を覚えられなくてね。合言葉？合言葉は？合言葉はグラータドマム。グラータドマム。お入り。上出来だ。さあ入って休みなさい。これから忙しくなるよ。では明日最初の授業に連れて行くからね。ありがとうございます。どうも。ホグワーツ最初の夜を楽しむといい。おやすみ。みんな行っちゃったみたい。談話室に行ってみよう。一体どこが間違ってるの？複雑な呪文じゃない、絶対無言でできるはずなのに、どうしてうまくいかないの？もう。グリフィンドールへようこそ。私はクレシだよ。はじめまして、クレシだ。昨夜は本当にドラマチックな登場だったね。ギリギリで組分けの儀式に間に合った。ピグ先生の弟子っていうのは本当？弟子って言えるかどうかわからないけど、ここに来る前教えてもらって、声を出さない呪文のアドバイスをもらってるかもって期待してたのに。さっきやろうとしてたのはそれのこと？そうよ。ちょっとだけ苦戦してるところ。この呪文は詠唱付きで使いこなせるようになったけど、なしだと難しくて。もうちょっと滑らかに杖を振ってみたら？あ、杖の扱いは問題ないわ。もっと複雑な呪文だって無言で唱えられるんだから。頑張り続けるしかないわね。うまくいくといいね。クレシだ、会えてよかった。あなたも初日を楽しんで。本当に飲まないの？自家製だよ。いや、新しい5年生でしょ。初めまして、ギャレス・ウィーズリーだ。道中の話は聞いたよ。大変だったね。無事でよかった。馬車に魔法省の人も乗ってたっていうのは本当？フィグ先生のご友人がね。ごめん、詮索する気はなかった。恐ろしいよね、ドラゴンって。無事でよかったよ。ありがとう、ギャレス。気にしないで。ウィーズリー先生は親戚なの？そう、おばさんだよ。おばさんが先生だなんていいね。そう思うでしょ。マチルダおばさんは僕を1年生みたいに扱うんだ。いつも見られてるし、正直息苦しいよ。善意でやってるんだけどね。ま、おばさんはすごい魔女だから信頼していいよ。会えてよかったよ。おばさんのことも教えてくれてありがとう。こちらこそ。今日は頑張って。スリルのためなら何でもする。翼を持たずに生まれていた。あなたなら絶対。みんな何をそんなに緊張してるの？全然危なくないよ。あら、こんにちは。気にしないで。時々こうして違う視点に立って見るのが好きなの。物事を広い視野で見られるから。グリフィンドール島にも登ったわ。外側からほうきを使わずにね。すごいね。私はネリー、ネリーオグスパイア。
ホグワーツへの道中大変だったらしいけど、ドラゴンの話って本当？うん、馬車がドラゴンに襲われたんだ。信じられない、すごい体験。ああ、想像すると怖いけど、とにかくあなたのおかげでグリフィンドール、ホグワーツ中が興奮に包まれたって感じ。きっとまた顔を合わせるよね、談話室とか。また塔を登ってる時なんかにね。そうだね、じゃあまた。おい新入り、ビーズリー先生が談話室の外で待ってるぞ。おはよう。ホグワーツ初日を迎える準備はいいかい？この日をずっと夢見てました。ここで学べるなんて。ちゃんとここにいる。有意義な時間にするんだよ。ホグワーツの初日は一度きりなんだから。5年生として入学した特殊な状況について言えば、同級生に追いつき取り残されないようにすることが必要になる。それにだ、年度末には袋を受けないといけないからね。袋？普通魔法レベル試験だよ。その結果によって卒業後のキャリアが決まるんだ。校長先生と魔法省の魔法教育部の間で議論が重ねられた結果、生徒の成功に役立つものを考案したのさ。これをどうぞ。これは魔法使いのフィールドガイドさ。学んだことを振り返るのに使えば、5年生で身につけるべき全ての役に立つよ。とても便利な道具さ。最大限に活用することを勧めるよ。ありがとうございます。でも学んだことを記録するってどういうことですか？実際に見れば疑問に対する答えが見つかるかもね。移動して一緒に試してみよう。こっちだよ。ガイドが魔法練習する機会を与えてくれる。それと魔法使いとしての知識もね。私が生徒だった頃にフィールドガイドみたいなものが欲しかったよ。ガイドを使えば周囲の環境に対応できるよう訓練してくれる。ついておいで。ああ、あんたのガイドに哀れなバルフィオの絵に関する情報が出てるみたいだ。レベリオをかけてごらん。そうすればガイドの内容がわかるよ。レベリオ。なかなかいいだろう。城の内外には似たような仕掛けがまだたくさんあるから、見逃さないように気をつけるんだよ。かわいそうだ。早くしないと、授業があるんだからね。いいところに来た。煙突飛行粉の炎で少し早く移動する方法を見せようかね。フィールドガイドに城の地図が入っているよ。開いて中央ホールを見つけておくれ。はい、着いた。時間の節約になったね。この階段は中央ホールに直接つながっているよ。中央ホールからは城内のほとんど全ての場所にすぐたどり着ける。ここでは常に何かが起きてる。とても活気のある場所で、うちのキングズクロス駅みたいなものだね。とりあえずはここまで。今日は呪文学と闇の魔術に対する防衛術の授業に出席するように。それと早くホグズミードに行って
来る途中でなくした学用品の代わりを揃えないとね。どうもありがとうございます。初日からたくさん吸収しないとね。学ぶこともたくさんある。嬉しいことに先生たちが追加の課題を用意してくれるそうだ。すぐみんなに追いつけるはずさ。さっきあんたがレベリオをうまく使ったことを考えると、フィグ先生から基礎をちゃんと教わったようだね。はい先生。彼に聞いても全然詳しく話してくれなくてね。特に恐ろしいドラゴンの襲撃の後で何があったのかとか、持ち物を探したり城へ足を伸ばしたりという以上に何かあったはずなんだろうけど。途中で少し寄り道して遺跡を調べたりしてました。詳しくは言えませんが。廃墟を探検してたの？へえ。フィング先生が詳しく話さないのには何か理由があるんだろうね。噂をすればだ、フィグ先生ちょうど話をしてたんだよ。ありがたいことにどうやら新しい5年生に呪文の基礎をしっかりと教えてくれたようだね。ああ残念ながらそれは私だけの手柄じゃない。どうやら類いまれなる才能があるようだよ。まあ2人とも無事に到着してよかった。ホグワーツ行きのボートと馬車があるのにわざわざドラゴンのそばを飛んでくるなんて。私がドラゴンを選ぶわけではない。むしろ不運にも我々は選ばれてしまったらしい。なるほど、わかったよ。さ、私は教室に行かないと。フィグ先生、フィールドガイドの地図について詳しく説明してくれない？もちろん。どうも。頑張って。それとフィールドガイドを忘れずに使うんだよ。役に立つはずだから。それにあんたの様子を確認していく私にとってもこれだけは欠かせないね。はい先生。今日の両方の授業を受けた後で私の教室に来るといい。さっき話した課題について詳しく教えるから。それと学用品調達でホグズミードに行かせるかもね。お会いできて嬉しいです。私もだ。君が勉学に取り掛かる前にこうして顔を合わせられて嬉しい。廃墟の探索のことでウィズリー先生と話し込んでいたようだな。はい先生。でもここに来たことはちゃんと伏せました。ただ何かを隠してるのは気づかれてると思います。ウィズリー先生は素晴らしく抜け目のない魔女だからな。詳しい話を伏せておいたのは正解だった。私たちが進む道がどこへ続いているのかはわからない。もう少し柔軟な対応が必要かもしれんが、先生が許すかどうか、それに校長に話してしまう危険性もある。ここだけの話にしておこうか。はい先生。よろしい。では君に能力があるのは認めよう。だが君の持つ技能は十分な訓練を必要としている。幸い君は優れた魔法使いたちの導きを得ることができる。そうだ、導きといえばまたウィズリー先生からあからさまな小言を言われる前に、私がフィールドガイドの地図にかけておいた巧妙な魔法を見せよう。開いてみなさい。地図には魔法がかけられていて道を教えてくれる。ありがとうございます。助かります。今日は忙しい一日になる。授業を受けホグズミードに行き、学用品を買い、杖も手に入れなくては。きっとオリバンダー老人が好きになる。良き職人、良き友人だ。例の不思議なロケットについて何か情報が入ったら連絡しよう。今は授業に集中し、しっかり話を聞くように。この城の中で覚えた魔法はフクロウの結果以上のものを生む。ステップハイ、ステップハイ。その程度ボンバーだ。レビオート。ヘキャット先生。お互いを粉々にしたいなら放課後にやることだね。生徒は毎年来るが、ヘブリディーズ・ブラック種の頭蓋骨はこれだけなんだ。1878年の大密漁者狩りの押収品なんだ。聞いたことあるだろ？ん？
気になるかい？こんな老婆が一体どうやってたった一人でウェールズ東部最大の密漁者集団を壊滅させたのかが知識さ。賢人に年齢はってなきがごとし、今日学ぶのは闇の魔法使いにやられそうになった私を数えきれないほど救ってくれた呪文、レビオーソだ。レビオーソ？ただの浮遊呪文だろ。レビオーソ、敵は丸腰も同然。身を守れるかい、プルウェット？無理だろ。私が無言者として学んだことの一つはシンプルであることだ。戦いにおいて特に重要だよ。じゃあ早速実践しようじゃないか。少しずつやっていこう。レビオーソ、次は少し大きいものを試そう。まずは基礎呪文から始めるよ。人形が呪文を跳ね返しただろう。今度は先にレビオスをかけてから基礎呪文を唱えるんだ。よく覚えておくこと。今日疲れた敵は弱い。先ほどレビオス、よろしい。次は基礎呪文。よくやったね。よろしい。決闘に勝る練習方法はないからね。まずはそこの二人、両者位置について。ホグワーツ式の歓迎だな。さて、公平な決闘だよ。使うのはレビオーソ、基礎呪文、プロテゴだけだ。はじめ。レビオーソ。こいつは楽勝だ。やるね。さあ、しまいな。あり。プロテゴ。やつがいるな。なかなかうまいじゃないか。まあね。これが初めての決闘じゃないよな。僕、覚えが早いんだ。にぎやかな決闘は楽しいものだ。みんながこんな風に優秀なの。初心者にしてはやるな。負けてなかったぞ。困らせたのによく乗り越えてみせたね。グリフィンドールに勝てん。ありがとうございます。いい実践の機会になりました。今日の出来をそのまま信じてもいいならあんたは大いに期待できるね。私は生徒に完璧を求める。全員その素質がある。だから絶対にできなきゃならない。闇の魔法使い、いやゴブリンの方が現実的か。そういった敵と戦うのは教室での決闘とは全くわけが違うんだよ。わかりました、先生。だから暇を見つけて練習することだよ。ミスターサローならいいアイデアがあるかもしれないね。とにかく今日はよくやった。近いうちに追加の課題を渡すよ。楽しかったね。すごい決闘だったな。みんなの噂の的になるぞ。確かにいい練習だった。練習？達人と決闘してるような気分だったぜ。僕はセバスチャン・サローだ。新入生がこんなに杖を使えるとは思わなかった。もしかして決闘は初めてじゃなかったのか？いや、初めてだよ。コツをつかんだのかもね。とぼけるのは勝手だが、僕はバカじゃない。魔法には意志と才能が必要だ。そうだな、君なら特別な決闘組織に向いてるかもしれない。非公式のだけど。特別で非公式だって？仲間に入れてよ。よし、そう来ると思ってたよ。ホグワーツでの生活を思い切り楽しみたいなら、たまにはルールを曲げることも覚えた方がいい。
秘密の決闘クラブに参加したり、図書館の禁書の棚に忍び込んだりとかな。捕まらないだけの賢さが求められることになるぞ。ありがとうセバスチャン、覚えておく。話せて楽しかったぜ。すぐにまた会えるかもな。どこか許可されてない場所で。今日の強さがただの運か実力か見せてくれよ。時計台の入り口近くでルーカン・ブラトルビーを探せ。興味があればな。ねえ、こっち。後ろの席が空いてるよ。ありがとう。どうも、私はナティ。噂の新入生だね。ローネン先生にはもう会った？始めてもいいか？5学年の呪文学へようこそ。今年は呪文学を学ぶ上で大事な1年になるぞ。だが私は信じている。君たちが熱い情熱を持って試練に臨み、それに打ち勝ってくれることをな。それでは諸君、教科書の517ページを開いてくれたまえ。だが授業の前に、この教室にいる者の中で変色呪文と成長促進呪文の違いについて答えられる者はいるか？どうだね、誰もいない。おっとっとっと、残念だが今から勉強しても間に合わないぞ。夏休みの間にひどい目に遭ったと見える。どうやら友達同士で忘却呪文の練習をやりすぎたかな。では初歩的な呼び寄せ呪文くらいは覚えているかね？これは由々しき事態、おさらいが必要だな。諸君、ペアを作って教室の端と端に立ってくれたまえ。ではこの教科書を君たちが思っているように血の通わない物体とみなそう。それを交代で相手の手元から呼び寄せてみたまえ。使うのは各ペア一冊だぞ、ミスデール。よろしいかね？では動きたまえ。アクション。なかなかだね。君は飲み込みが早いな。才能を感じる。だが練習なくして才能は目覚めん。練習だ。ミス・オノイと肩を並べられるぞ。よし諸君、そこまで。どうやらみんな基本は身についているようだし、今日はいい天気だ。せっかくだから少しばかり外に出てみようじゃないか。新鮮な空気はいいものだぞ。ついてきたまえ。楽しむことが上達への何よりの近道だ。クィリッチをやっている諸君ならわかるだろう。さて、呼び寄せ呪文の力を試すのにもスポーツの要素を取り入れてはどうだろうかなあ。一番手は新入生の君に頼もう。さあ。何簡単だよ。アクシオを玉に向かって唱え、ギリギリのタイミングで呪文を解くんだ。そうだな、ゴブストーンのようなものだと思っていい。ただビー玉を投げる代わりに自分の方に呼び寄せるんだ。アクシオ、こちら玉をできるだけ。いいぞ、取り乱してはいかん。素晴らしい。気にしない。素晴らしい、グリフィンドールに加点。しかし競技であるからには実際に競ってみんとな。
ミスオナイ、ちょっとばかしこの新入生を揉んでやってくれんか。来なされ。君は前回と同じく青、それからミスオナイは赤だ。いいね。はい。見てなさい。やった。アクション。いいぞ。少し面白くしてみようかね、諸君。面白いは通り越して、これじゃ難しすぎね。同感。死後は慎んで、集中しないと難しいぞ。勝敗が決するぞ。ともすごいぞ、筋がいい。授業は終わりだ、忘れ物をするな。いい試合だったね。どうやら君を甘く見てたみたいだよ。こっちは何週間もかけて握手を学んだのに。ここに来たばかりの頃は何をするにもしばらくかかったな。でもちゃんと馴染めるから大丈夫、本当だよ。よかった、覚えることだらけでパンクしそうだから。わかるよ、私も転校してきたばかりの感じよく覚えてるもの。4年生になる直前にワガドゥから転校してきたんだ。母さんがここで占い学を教えることになって、それからあっという間にウガンダを離れて世界の裏側にある新しい国で新しい学校に通うことになった。話せてよかった。それといい勝負だったよ。こちらこそ。あ、ローネン先生が話したがってるみたい。待たせない方がいいよ。じゃあまた。もちろん。まあちょっといいよな。使ってもいい。君にその気があればだ。先生、話って何ですか。そうだ。それで初めての呪文学は期待通りだったかね。まあ野外で競い合うことになるとは予想してませんでしたけど。一体どんな呪文を予想していたんだね。ミスオナイほどの優れた生徒に勝つとは。よくやった。ありがとうございます。
楽しかったです。ミス・オナイはいつだって手強いライバルだよ。最近は少し注意散漫のようだがね。さて、課外活動の一環として君を指導するようにウィーズリー先生が教師たちに頼んでいる。君のために特別な課題を用意している。近いうちに声をかけさせてもらうぞ。先生、あの部屋はどうです？考えることは同じだね。よければ手伝って。おっと、失礼しました。ああ、来たね。初めての授業はうまくいったかい？ああ、はい、先生。ヘキャット先生とローネン先生から聞いたよ。どうやらフィグ先生とどこかの廃墟とやらに寄り道したときにいろいろと教えてもらったようだね。ここへ来る途中、話してくれた以上にもっといろんなことがあったんだろう？違うかい？他にはありません。ストリーラーにソネットを読ませようとしてる気分だよ。とにかく学んだことを足がかりにしていこう。あんたが早く勉強を進められるよう教授陣には追加課題を頼んであるんだよ。ローネン先生がその話をされてました。実はもうすぐ外でローネン先生と会って最初の課題をもらうことになってる。さて、ホグズミードへ行ってもらう話だけど、来る途中でなくした学用品の代わりを手配してある。種と魔法薬のレシピ、呪文クラフトだね。ありがとうございます。オリバンダー老人があんたにぴったりな杖を用意してくれる。借り物の杖でうまく授業をこなしたね。ただし、自分の杖を使って魔法をかけた方がずっとうまくいくんだよ。早くホグズミードに行きたいです。よろしい。村へ行くのが初めてなら同級生と一緒に行って案内してもらいなさい。セバスチャン・サロー、それかナツァヨナイはどうだった？あの二人といるのを見たよ。ナディと行きます。いい選択だね。ミス・オナイはここでも特に優秀な生徒で、この辺りをよく知ってる。ビクトール・ルックウッドのトラブルに巻き込まれないようにしてくれるはずだよ。ルックウッド？好ましくない地元住民だね。あの男と仲間は避けた方がいい。できれば右腕のシオフィルス・ハーローもだよ。ローネン先生の課題が終わったら城の扉で友達と会うといい。時間は有限だよ。やるべきことを終わらせれば、その分早く3本のほうきでバタービールを楽しめる。先生、呪文を教えていただけるんですか？そうだま。しかも非常に便利な呪文だぞ。修復の呪文、レパロだ。物を直す魔法だ。瞬きの間もなく新品同様になる。いろいろと重宝しそうですね。想像する以上に使うぞ。ウィーズリー先生が言った通り、君が同級生に追いつけるよう授業以外で魔法を教えるのは私だけではないぞ。他にも数名の教師が協力を申し出ている。だが魔法の腕をより磨いてもらうために、それぞれがいくつか予習課題を出すだろう。今日の分を用意してきた。一通り目を通したら報告しに来なさい。すぐにレパロが唱えられるようになるだろう。今すぐに課題に取り掛かります。ここで合ってるよね。空飛ぶページはどこにあるんだろう。レベリオ、空飛ぶページはこの辺りにあるはず。いいね。準備課題はどうだ？難しい。先生、課題が終わりました。見事だ。基本的な魔法はお手のものだな。
さてでは修復の呪文を試してみようか。発音と動作に細心の注意を払うように。力強さも大事だ。さあ杖を構えて。はい先生。そうだ、よくやった。何かを直す練習がしたいなら水辺のくぼみにある壊れた像で試してみなさい。心が引き裂かれるような悲嘆を表した像だ。身に覚えのある昇進の者が手を出したのかもしれん。レパーロ、よくやった。魔法のようによく効いただろう。アクション。レパーロ。